はいではこんな問題やってみましょう。えー、っとね、まあ、フリーボディーダイアグラム図を書いて運動方程式を書くあの練習問題ね。どんな問題かっていうとここにあるように斜面があると。ね、傾斜角 θ としますよ。で、ここにねうん、なんか物が置いてあると。もうツルツルやと思ってください、この面はね。あの摩擦とか虫空気抵抗とか虫、ね、その辺考え出すとちょっと面倒くさいことになるからね。で、この物体がね、 まあ何にもせんかったらツルツルと落ちていくことになるけども斜面とこの平行な向きにねある力の大きさ F でよっとこう引っ張るとでどのくらいの力の大きさでねどのくらいの力 F で引っ張ったらこの物体が動かんでそのまま同じ位置にあるかなっていうことを考えましょうとそういう問題ねでもちろんこれ運動方程式書か,かんでもねまあ得方法はあるんだけども今はもうちょっとこう力学の問題を あの解くための基本的なスキルを身につけると、まあ、それを目標としてねまずフリーボディーダイアグラム図を書くそして運動方程式を書くそして解を求めるてあのちょうどこのぐらいの力 F やったらこの物体は動かんよという条件を求めるそういうふうに進めます。あのうん、さっき言ったね運動方程式書か,かん方法っていうのはいわゆる力の釣り合いを あのすりり合いにに注目して解く方法になりますでもそれもね結局本当は運動方程式を解いて求めるっていうのがまあまあ一番原点に立ち返ってやり方ねだから今からしゃべる方法はまあ,ある一つの方法というよりは一番基本的な方法なんだというふうに思ってください、えー、っとまずフリーボディーダイアグラム図書きますよどんなふうにするかっていうとね斜面と物体をちょっと別々に うんとちょっと別々に書きます。宙に浮いてる状況を考えるってんじゃなくてねあの力を書き込むときにどれがどれか分からんならんようにちょっと別々の位置に書き込みますまあそういう意味ね。そしてえっとまあ物体はねこうやっこう斜面上に載ってるんで一応まあ点線でねちょっと斜面が本当はあるんだよって書いておきます。物体には斜面と平行な この上のの方向に向にかっててここんんな力が働いてるんだよね。この反作用はこの引っ張ってる人が受けてるわけだだから力 F の反作用は誰かが受け,あの受ける力、まあ、あの引っ張る人が受ける力になってるんだけどそれはちょっと図示しませんさあ、重力が働いてるよ物体の質量は N と置くならばこの重力の大きさは Mg これの反作用は書いておきましょう下にね斜面の斜めの線が書いてあります 一応傾斜角シータも書いとこうね。で斜面と地球っていうのがまあ一体になってるとここでは考えますよ。まあ、斜面もねなんかポンと置いてる面なんてこともあるかもしれんけど今はもう地球と一体となっているこうなんか坂道なんだと。するならばその地球の中心がねうんとこの物体を引っ張ってるわけなんでうん、まあ、この辺に書いときましょうか。地球の中心から物体に向かってこうやって。 上に書いてあるえっとこの MG とね向きが逆大きさが同じ下の方がちょっと短いかなもうちょっとだけ長くしましょうかねこういう風に書けばこれが反作用万有引力で物体と地球が引き合ってますとまあそういうことになりますさてこのままやとねこの物体は変な方向に加速することになるよだいたいこっち向きにね力 F と MG の合力の方向こっち向きに加速しそうだよね だけど実際にはね、こっちに加速しない。斜面に沿って落ちるはずだ。なぜかというと、斜面から押されてるからね。言い方を変えると、斜面から垂直抗力を受けてるので、それはもう書きます。垂直抗力。これは N と書きましょう。これは斜面から受ける垂直抗力ね。斜面から受ける。 垂直効力というわけですんでこの斜面から受ける垂直抗力があるということは物体に働いてるということはこれを作用側って考えたら反作用がどっかに働いてるとどこかっていうと物体は斜面から力を受ける斜面は物体から力を受けるんだね斜面は押されてるよね柔らかかったらへこむよねというわけではい反作用 垂直抗力のえっと最初に書いたこちら物体に働く垂直抗力の反作用が斜面に働いてるというわけですちなみにこれ大事なのはここ直角だよね垂直抗力だからねあといろいろ大事な点があってねうんとどこに力が働いてるかっていうことを矢印の起点でね表すわけねこの接触面で 力のやり取りがね物体と斜面の力のやり取りがあるから矢印の起点はこの接触面のところに選んでますこちらも同じねで向きを表していると長さはだいたい同じになるようにね書いてます重力の場合はこうやって起点はねこの物体の中心 あの正確には重心というところにね起点を置くのはいいんだけど、まあ、重心の説明はまだしてませんので、まあ、だいたい中心あたりを起点とするただし複数矢印書いてぶつかりそうな時はまあまあしゃあないでちょっとずらして書くとまあそういうことをやります、はい、さあこれでね物体に働く力は列挙できましたさあ運動方程式書きますよ運動方程式書くときにはねあの座標軸をまず設定します 座標軸を設定するにあたってうんどういうふうに取ろうか。x 軸 y 軸水平方向水平方向延直方向に xy で取ることもできるんだけどもだけどもこの物体はさあの斜面と平行な方向にしか動けないよね。まあなんか最小変にポンととしたら弾みがついてってこともあるかしれんけど何にしろちょっと座標軸が。 この物体のね動きの方向とできるだけ一致させた方が議論は簡単になるんでちょっとこのやり方はやめてねうんと斜面と平行な方向に座標軸を取ることにしますよこちらに書くならばこうやって斜面右下方向に x 軸取ってんでこれに対して垂直な方向に y 軸を取るってことにしましょう原点はまあどっか適当な高さに取ってるとします そしてこの物体のね位置を x y 使って表すと、まあ、右ヘリのところでもいいし、まあ、一番いいのはこの中心の重心のところに注目してここを座標 x y で表現するねこの重心の位置を座標 x y で表現するってするのがまあまあベストですけどね。はいえーっと このこういうね力学の議論するときには一番簡単に考えるときはねこの今物体を適当な大きさで書いてるけどあの大きさのことはちょっと無視して議論するっていうのが一番あの単純化した議論の原則ね大きさがあると回転することもあるよねなんてねまだいろいろ面倒くさい話が出るんでねただ書くときに 点とか書くと、な見えんよって話になるし、なんか分かりにくいから、まあ大きめに書いてるけど、まあこれ本来はもう大きさがないようなものを議論してるんだなってぐらいに、まあちょっと今は思っておいてください。はい。それで、運動方程式書きますよ。うんと、今書いた座標軸、こちらにもね、右の図にも、フリーボディダイアグラムズのとこにも、ちょっとメモ書きっぽく書いておきます。X 軸、Y 軸、こんなふうに取るわけね。で、 運動方程式は物体のまず x 方向からいきます質量をかける加速度で始めたらいいのいつも同じね1の2回微分が加速度になるよねイコールさあ今は斜面と平行な方向を考えてますよ 斜面とね、うーんと平行な力 F があるね。これは X 軸と逆向きだ。X 軸こう上向きにとってもよかったんだけど、今は右下向きにとってます。F は X 軸と逆向きなんで、まあ、マイナス X と一旦書いとくあ、マイナス F と書いときましょう。それから、他には何かあるかなこの垂直効力はね、ちょうど斜面に対して、まあ、文字通り垂直。 な向きに働いてるんでこいつが斜面方向に及ぼす作用てのはないの、ね、こいついねこつくら直角三角形作ってねで斜面方向の成分考えをたってゼロになっちゃうこの MG の方はちゃうよ MG はね斜面方向の成分あるよその斜面方向の成分考えるためにちょっと斜面と水平な線書いてここに向かってね 矢印の先っぽから水線を下ろします、はい、直角三角形がここにできましたさてこっちにもねちょっと直角三角形作っとこうか斜面方向ねここが直角ですよさあ2つの直角三角形がありますこことここで1つの角度は直角直角直角三角形やからね で円直な線がありますよ、こことここ。それから水平な線がありますよ、平行な線がありますよ、こことここ。これとこれ平行。この2つの線も平行ってことは、うーん、ここの角度とここの角度、同じですね。ということは、残りのここの角度は、もう1つの直角三角形と同じ、θ だということが分かります。 さあ今求めたいのはねこの重力が斜面と水平な方向あ斜面と平行な方向に及ぼす力の影響作用ねここの長さを求めたいよね。ってことははいここのところにちょっとこう矢印書いてこれが求めたい力の作用重力の作用の大きさを表す線です。 ここの長さは直角三角形に注目すると斜辺の長さが mg やったねここの長さが mg やったねここが角度 θ だよ直角三角形があるよってことはここの長さは mg の sinθ になりますのであこれでね 重力が水平えまた水平ちゃ重力が斜面と平行な方向に及ぼす作用が分かりましたさあ式にするとプラスえっと x 軸と同じ向きに mg sinθ の大きさの作用があるんで mg sinθ ね y 方向も考えましょう my2 ドットイコール Y 方向は、えっと、垂直抗力が Y 軸と同じ向き向いてるね。そういうわけで、垂直抗力 N がありますよ。重力の影響はって、言うと、うん、重力はね、点点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 点々点々点はい、重力の矢印の先っぽから、えっと、斜面に垂直な向きにね。 水線の足を下ろしてここの長さを求めたら OK ってことになりますここの長さねこれはもう分かるねここにさっき直角三角形作ったこの直角三角形とこの直角三角形はもう合同な直角三角形ね,ねここの長さは斜辺が mg 角度が θ ここが mg sinθ こちらは mgcosθ ね ここも mgcosθ ね。はい、そういうわけで、ここが mgcosθ。重力が斜面と垂直な方向に及ぼす力のこの影響ね、作用は mgcosθ。これが大きさです。向き割ってと y 軸と逆向きなんで、マイナスと。 ああこたうう方程式できた三角形のところがねなんか混乱するかもしれんけどゆっくりゆっくり図を書いて自分で考えてみてくださいね。さあもし物体が静止してるならば物体がえーっとそしたら加速度は当然ゼロだね速度もゼロだけどもね。 これ常識に、さっきの運動方程式に代入。そうすると、左辺がどちらも0になって、-f+, mgsinθ、0イコール n m g ンシータ2つね、未知数があるんだよ。何が未知数だったかっていうと、まず垂直抗力 n がね、どのくらいの大きさかわからなかった。それから、 一体どのくらいの力で引っ張ったらこの物体が静止し続けているかっていうのが分かんなかった。でも今書いたこの式ね変形したら F の値も N の値も求まります。一応ねいやあの問題文は F を求めなさいって書いてるだけやったけどね垂直抗力も一応求めときましょう。だから F イコール Mg サインシータ n イコール Mg コサインシータこれが答えということになります。で答え出てねそこでパッと喜んで「はいこれは答えです」ってやらないでいろいろ想像するといいよ。これ本当に正しいんかしらっていうのをいろいろ想像してみます。うんとどこに書こうかな。えっと例えばね例えばよいしょこのシータがねいろんな値取る時に f はどう変わるんだろうかってこんなことを考える。 シータがゼロだとするとシータゼロってことはもう水平な面ってことになるねちょっと,えっと違うページにこちらの方にねちょっと今の議論続けましょう例えば e x 1ゼロの場合絵を描けばいやこれ斜面や言うてたけど傾いてないよここに物があるよ どのくらいの力で引っ張ったらこれ静止すると思うっていや、引っ張らんといてって話やね。F が0が A ってもうすぐ分かるよね。そんな式になってるかなえっと、そういうことを確認していくわけね。ここに、まぁ、式。ね。F の大きさを表す式がある。丸一より、F は MG サイン0。ロ。あ、確かに0やね。うん、OK や。 うん、直感的な答えと合ってる。他にもやってみましょうか。θ イコール、どんな角度にしたらパッと答えわかるあのこれやったら、こんな計算性でも答えわかるよっていうやつで、計算しないと、いや、正解がわからんよなんてね、あの角度で考えちゃうと、計算にならないからね。例えばシータ、θ がさっき0にした。90度にしようか。断崖絶壁。 シーータイコール9 0度の場合ね。ってことはもうこんなん斜面って言わんよね。うんなんか壁だよね。ここにものがありますと。さあどのくらいの力で引っ張ったらこいつは静止してるかなと。うんこの物体の重力この物体に働く重力 Mg だからねこれと同じ大きさで引っ張ったら静止しそうだよね。 算しますよさっき求めた式がここにある丸1式丸1式より F=mgsin90°sin90° は1だねってことは mg だ確かにさっき考えた通りこの F がこの物体に働く重力 mg と釣り合ってないといけないよっていうのをここで確認することができると。 あそういうわけでよしよしこの答えは確かにあってそうだとねあの判断できるんで一件落着というわけですとにかく、ね、繰り返したけどねあ答えが出た終わりってやらないでねこうやってちょっとね分かりやすい例を使って検算するとあの自分の答えに安心できるよ他にもねいろいろ検算の方法ってあってね うーん、他に簡単にできる方法は、まあ、慣れてないと簡単と思わないかもしれんけど慣れるとすごく簡単な方法はまず単位を確認するなんて方法もあるよ。m はキログラムだね。で g16 加速度はメートルパー秒の2乗だよね。キログラムかけるメートルパー秒の2乗これ力の単位だよね。ね。力の単位って何やったっけってわからんのあった人はねあの運動方程式思い出せばいいんだよ。 運動方程式っていうのは F イコール MA だよね。ってことは力の単位は、力の単位は、M がキログラムそして加速度がメートルパー秒の2乗ね、速度があの時々刻々どのぐらいの割合で変化するかが加速度ね。で、丸1のうんと単位、右辺の単位。 えっと、質量 m があるからあこれがキログラム <laughs> m って書いて m って書いちゃいけないよいしキログラムで16加速度の大きさ g があるからメートルパー秒の2乗、うん、確かに力の単位だとだってね力の大きさ f 求めたのにこれ力の単位になってなかったらそりゃ困るよね でも計算ミスしてね。なんかなってないことあるね。でもこうやって単位確認するだけでも随分ね。あのー、安心できるっていうか、健在になることは多いです。はい、以上です。